韓国の男性8人組、ルンエイト、ルネートが19日にエバーグリーンで日本デビューデビューする。暗い夜を明るく照らす、月明かりを抱いた8人の少年、という意味が込められた彼らは、昨年6月に母国、韓国でデビュー。平均181、5センチという長身と抜群のルックス、完成された音楽とパワフルなステージで瞬く間に人気者となり、 2023アジアアーティストアワーズでフォーカスアワードを受賞。今年3月発売の第2弾ミニアルバム、Buff は発売1週間で10万枚以上を売り上げるなど、勢いに乗るグループだ。ルーとは18日、東京・大手町のサンケイスポーツに来社。日本デビューについてリーダーでメインボーカルのジンス2 1は、昨年9月に日本で行われたイベントでステージに立ち。 熱い声援を目の当たりにして日本で活動したいと思いました。新たなスタートを切るのでよろしくお願いしますと呼びかけた。日本デビュー曲、エバーグリーンは日本テレビ系、バズリズム02の7月期オープニングテーマ曲に決定するなど、注目度は高い。唯一の日本人メンバー、タクマ20は、ポジティブで思わず口ずさんでしまう暑い夏にぴったりなキャッチーな楽曲ですとアピールする。 作詞はルセラフィムやイブラ人気機械ポップグループに日本語楽曲を書き下ろした R&B 系シンガーソングライター、ヒロミ。作曲とプロデュースはアムロ・ナミエさんや三浦大地、三代目 J ソウル・ブラザーズ・フロム・エグザイル・トライブラに楽曲提供する TSK が担当した。昨年の NHK 紅白歌合戦はセブンティーン、ニュージーンズら韓国の人気アーティストが接見したがジュンヌ、ニジューは、 機会があれば僕たちも NHK 紅白歌合戦に出たいと意気込んだ。彼らの目標は日本のみならず世界で活躍することとでっかい。カエル22は世界中の人々に幸せを分け与えられるようなグループになりたいときっぱり宣言した。19日に横浜市の ZEP 横浜でデビューイベントを開催。7月27日には東京、台場で行われる音楽イベント。 XD ワールドミュージックフェスティバルプレゼンティドバイヨギボーに出演する7月28日に東京都内で初ファンミーティングを行うことも決まっている